どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ライリーさんにツイッターで人種差別主義者と言われてしまった、人種差別主義者です。ということで今回もですね、コールオブデューティーモーダンウォーフェア2遊んでいくんですけれども、なんとですね MW2 にもうね、超もうみんなもう全米がね待望していたあの新モードが追加されたということで、まあちょっと今回はね、その新モードを遊んでいこうかなというふうに思います。いやもうこれね、もう今からね紹介しますけども、もうこれみんなもね、マジそんな神モード追加されたの、じゃあ MW2 復帰しなきゃっつって、もう使命感みたいな感じで絶対に1兆億%の確率でね、もうこの動画見た人全員が MW2 にね、もう復帰するんじゃないかなと。 MW2 やったことない人、あ、マジか、もう買わないとっつって、もうなんかもうバカみたいな金使ってね、 MW2 もう買う、もう未来がね僕には見えてます。はい、もうそれぐらいね超待望の新モードが追加されました。はい、それが一体何なのかというと、こちらですね。はい、ジャイアントインフェクションということで、これ、すいません、俺もちょっとこれいまいちよく分かってないんですけど、まあこれいわゆるあれですね、インフェクテッドっていうやつですね。僕何ヶ月か前にそのインフェクテッドのね、動画1本だけ上げたことがあるんですけども、まあインフェクテッドをね知らない人向けに説明すると、まあこれあれですね、ほら小学校とかでよくある増やし鬼ってやつですね。はい、皆さんね、小学校行ったことないと思うんであれなんですけど、僕も行ったことないんで大丈夫ですよ。小学生のガキたちがよくある増やし鬼を、コールオブデューにそのまま持ってきたみたいな感じですね。まあちょっと僕はね、ちょっとそういう増やし鬼みたいなね遊びはちょっとかなり程遠い娯楽の遊びなんで、ちょっと俺はいまいちよく分かってないんですけど、まあ陰キャ版増やし鬼みたいな感じですね。本当CODミにね、本当もっと分かりやすく言うと、もう超劣化版ゾンビモードみたいな、はい、そんな感じです。で、今までのインフェクテッドだったら公開マッチと同じね、マップの広さでやるんですよね。まあだからシップメントとかでインフェクテッドやったらもうなんか30秒ぐらいで終わるっていうのがね、今まであったんですけども、今回はもう大規模マップらしいんです。まあ俺はちょっとどういうマップなのか分かんないけど、もうとにかくもうどでかくそ広マップでインフェクテッドをやるっていう、もうこれちょっとなんか地味に面白そうだよね。ちょっとなんか地味に気になっちゃったんで、まあ今回もね、まあこのジャイアントインフェクション遊んでいこうかなというふうに思います。これね結構ちょっとね面白そうなんだよね、普通に。まあ個人的にはね、俺インフェクテッドみたいなモードは結構好きで、なんだろうな、こうなんかほら公開マッチだったらもうなんか味方だけど敵であるみたいなさ、ちょっともうなんでまだ1キルいんの、お前ぶち殺すマジ。味方に戦犯がいたらなんか、お前これ死ねえ、お前ツイッターで晒したろみたいな感じで、もうなんか憎悪にまみれてやるじゃないですか。ただインフェクテッドはもうこの COD 民というこの無職の集まりでこう協力して鬼をこうぶっ倒すっていう、まあそのなんかあったかい感じがちょっと好きなんですよね。 COD には珍しいちょっとこうなんか温かいね、そういうモードなんですよ。さあ果たして平日の昼間からね MW2 のジャイアントインフェクションを遊んでるね、もうこの世の終わりみたいな人間が僕以外にいるのか、まあ、ちょっとこれいてくれないと困るんですけど、結構悲しくなるんで。ああ、来た、マッチング来た、やったー、よし。え、待って、日本人、今いたよね。なんかシリウスみたいな名前してる。シルスで、ややこしいんだ、お前、ふざけんな。やったー、日本人じゃん。100無職、こいつ。絶対無職、これ。マジか、もうこれ、晒したろ。うん。晒したるわ、ちょっと。さあ、ということで、やっていきましょう。うおー、いや、多すぎだろ。多すぎ。おなんでこんないいんだよ。終わってんだろ、マジで。結構日本人いるね。マジか。悲しいな、逆に。さあ、ちょっと。うわ、え、広くね、待って、そうでしょ。待って、このマップのあれ、開けないんだ。待って、さすがに広すぎる、これは。これやばい。誰大丈夫オッケー。待って、みんな、これ一緒に、これ固まろう。これ、無職で協力して、鬼をぶっ倒すって、なんか鬼多くね、嘘でしょ、マジで。もしかして、行く、おぶね。ほら、バカがよ、マジで。ちょっと待って、これみんなと協力して、ちょっとこれ、集まろう。一回集まって、いやでもこれやばいな、これ協調性のかけらもねえな、こいつら。終わってるわ、あまりにもバラバラすぎる、これさすがに。ちょっと待って、お前どうした、お前死にたいのか、お前。あでもあっちも集まってんな。うわー、なんでこんな協調性ないんだこいつら。やばすぎ。待って、でも向こうの方が人多そうだな。ちょっと向こう行こうか。これはね本当にね、一人で孤立したらねマジ詰むんで、うん、まあでも逆に孤立した方がいいっていうのもまああるっちゃあるんだけど、一つの戦略としては。ただここは待って、なんか減ってない、なんか減ってるよね確実に。え、
あ、やっぱ向こう行こう、やっぱ向こう行こう。マジ俺優柔不断の極みすぎるんだよな。こういうところがあるから俺モテねえんだよなと思ったけど、まあいろいろ問題点ありすぎてちょっといいや。さあ、なんとか人がいるとこに着いたんですけど、明らかに人が減ってて、ちょっと結構やばいんだけど。明らかに人減ってるんだけど。だから結構意外とさ、あのインフェクテッドってあの大体負けるんすよね、生存者側が。ただこのね、どでかくそ広マップだったら、ワンチャン人類側が勝てるんじゃないかっていう、なんか降りてってんの。え、これ、え、虫かよ！わあ、ちょっと待って、ちょっと待って、上空から来んのは聞いてない。マジ？あ、虫みたいな感じでこれ降りてくんだね。あ、それやばいわ。え、これさ、え、これ やば、これさ、さすがにこれ広すぎね？え、これ大丈夫？このモード。これ本当に大丈夫？このモード。これやばくない？え、マジ広いじゃん。だって こんなとこさ、一人でさ、ポツンってたら絶対的気づかないよ。さすがに。え、これやばいわ。逆に一人で孤立してみるか、一回。ちょっと ここら辺で、俺陰キャなんで孤立するのは結構得意なんですよ。だから、もうもうこの辺だから、マスターはもう絶対気づかれないじゃん。え、やばくね、このモード。大丈夫か？え、やばい、なんかガチで孤立してて草生えるんですけど。え、本当に孤立成功しちゃうの俺。マジで。今日悲しいんだけど。マジかよ。誰かー、俺に気づいてくれー。誰かー、なんで俺コットでもぼっちなんだよ、これ。ちょっと誰か気づいてよ、俺に。いや、これ多分このモード結構ね、欠陥品な気するな。うん、これダメでしょ、こんなマップ広いの。さすがに大損かと思ったわ、このマップの広さ。あ、なんかやばくね。あ、よかったバカで。うん、あいつ終わっ、やばい、あっぶねー。やばい、待て、これ気づかれてちょやばい、ちょえ、なんか待って、うわー、怖い、助けて、ママ、やばい、なんかいっぱい飛んでる、いっぱい飛んでる、はい、バカオツ、はい、ザコダウンです、はい、ゴミ、はい、ザコダウン、オッケー、いいよ、待って、たまないから一回、なんかいっぱい虫じゃん、ゴキブリじゃん、来ないで、うーふー、ざまー、顔面騎乗位もしちゃうよー、あ、ごめんなさい、何が面白いのこのモード。うわー、すげー、このマップめっちゃ綺麗、景色やばい、何これ、え、超綺麗じゃん。うわー、すげー、行きた、あ、やばい、はい、勝ちましたー、よーし、よいしょ。高速道路の、公開マッチだったら誰一人としてやりたがらないマップでインフェクテッドをやってみると、逆に面白いんじゃないかっていう説がありますけども、いいよね、インフェクテッドっていう、こういう普段絶対誰もやりたがらないクソマップが神マップになるっていう可能性を秘めてるわけだから、それは結構いいよね、このモード。怖っ、やばい、ナイス、待って、俺もそこ登りたい、俺も、いる、怖い、待って、あー、最悪だー。お分かりいただけただろうか。うわ、グリッチだ、うわグリッチじゃん。お前やば、はぁ、何あいつ、これ、無理じゃね、はぁ、こいつやばくね、ざけんな、お前全部、名前も不適切なんだ、お前ざけんな、マジで。マジか、グリッチニキあれ、罪じゃないか、いけんのか、待って、グリッチ使ってるやつが最後になったな、俺どうすんの、マジで、絶対無理よ。いや、めちゃくちゃグリッチ使ってますやん、思いっきり、ゴリゴリに使ってますやん、どこ、やんか壁、おら、いやもう無理じゃんこれはいや絶対、あ、もうマジで貫通すらしないんだ。うわー、これクソモードだわ、マジで、これはクソ、さすがに。え、待って、なんかやばいの読んでない、お前グリッチで書くはないだろう、お前さ、あー、やばい、助けてー、キム・ジョンウン、おお、やばい、ああ、行く、あ、行った、あ、もう終わったわ、なんだこのゲーム、マジで。いや、それはないでしょう、さすがに。何が敗北やねん、やかましいわ、マジで。はい、ってことで、ちょっとまさかのね、あのジャイアントインフェクションやったらね、グリッチニキ登場ということでね、はい、皆さんもね、インフェクテッドやって、良き MW2 ライフを送ってください。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。死ね。